皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回は2023年の8月の4日から8月の20日まで、横浜ロフトにて開催されているコーペンちゃん花丸らんまんポップアップストアに行ってきたので、その会場の様子をお届けしたいと思います。そごうの7階にあるので今登っているところです。エスカレーターに登っているとコーペンちゃんの告知がこういう部分にあったりするからね、ワクワクしてたけど告知はなかったかな。でも会場が見えてきました。ロフトの中にあります。お花畑のコーペンちゃんのイラストが見えますね。会場を見渡してみるとこんな感じの景色になりますね。やっぱり奥に見えるひまわりが特徴的な会場になっていますよね。花丸らんまんポップアップストア、とっても華やかで明るい空間になっています。正面ではウェルカムコーペンちゃんがお迎えしてくれてて、その横には新商品がいっぱいありますね。とにかくひまわりをはじめとするお花がいっぱい飾られていて素敵ですよね。新商品も気になりますけども、やっぱり一番見たいのはここですよね。ひまわり畑がいっぱいあります。ひまわり畑の上に原画が飾られている形になっていますね。この部分ずっと見ていられる可愛さがあります。ひまわり畑もすごく華やかだし、店内がやっぱり明るく見えますよね。花丸らんまんポップアップショップはチューリップ、そしてアジサイと続いて次ひまわりが来てるんですが、個人的にはひまわりが一番可愛いかなっていう印象を受けました。でその上にはこのように原画が飾られています。お花にちなんだ原画がね、トータル8種類ぐらいかな、飾られていますね。ゆっくりと見ることができます。その横ではイラストのパネルが置いてありますね。ここも花丸らんまんポップアップショップ、おなじみのイラストがいっぱい飾られててね、かわいいよね。好き大好き好き大好きの花占い、僕一番大好きです。お供のコーペンちゃんもひまわりを見れてとっても嬉しそうな表情をしているかなと思います。やっぱコーペンちゃんとひまわりの組み合わせは本当にかわいいですよね。でこのひまわり畑、なんとね隠れコーペンちゃんがいっぱいいるんですよね。パッと見た感じだとこのように気づかないんですけども、よく花壇の中を見てみるとね、いろんなコーペンちゃんがいるんだよ。ここなんてよく見るとチューリップのねデスクトップぬいぐるみがあったりとか、ここには先ほどのサングラスのね新商品の水色ちゃんがいたり、プアプアマスコットのコーペンちゃんがいたりとかね、本当にいろんなとこに隠れコーペンちゃんがいっぱいちらりしているので、これは会場行った方は探してみてください。続いては陳列棚の方を見ていきましょう。このね、このいろんな方向からコーペンちゃんが見える棚この棚がね本当に可愛いですよね。これがあることによって花丸らんまんポップアップショップの会場がより素晴らしいものに演出されているなという印象を受けます。これがあるかないかで本当に雰囲気がねガラッと変わるんじゃないかなと思いますね。どこから見てもコーペンちゃんやお花が見える。で裏面にはこのようにコーペンちゃんたちのパネルが置いてあるんだよね。みんなたちがなんかお花でね花冠とか作ってつけてるのかな、とっても可愛い。でここにはトーキングヘッズさんの、素敵なステッカーがあったりとか、このお片付けのコンテナね面白いよね、可愛いし。でルームライトなんかもあります。その横には T シャツなんかもいっぱいあって、でひまわり畑でね、裏面にはこんな感じで花丸らんまんポップアップストアの新商品がいっぱい並んでいるんですよね。その他にもコーペンちゃんのガチャガチャも置いてありましたね。花丸らんまんのものが4つと、あと花丸ベーカリーのものが2つ置いてあります。でその横にはコーペンちゃんとサンリオコラボのめちゃくちゃ可愛い新商品いっぱい置いてありますし、書籍系なんかもバッチリ用意されております。そして僕が大好きなタオリンマスコット、このコーペンちゃん幽霊みたいでめっちゃ可愛いです。2200円以上のお買い上げでひまわりのステッカーもらえるので、僕もこちらの2つをねここでは購入することにしました。またねグッズ紹介動画で詳しくお見せします。で会場自体もとても楽しかったんですけども、ずっと前からねお会いしてみたかったフォロワーさんにもここで初めてお会いすることができたんですよね。なのでコーペンちゃんのお話したりとか、一緒に縫い取りしたりとかね、お土産とかももらっちゃって本当にありがとうございました。
コロナもだいぶ緩和されてきたんで、今後はコウペンちゃんのイベントなんかを通じて皆さんともお会いしたり、一緒に縫い取りを楽しんだりとか、そういった時間も作っていけたらいいなと個人的に思っています。僕はね、結構シャイな性格なので、自分からはなかなか声かけれないんですけども、ぜひ声かけてくれれば、もうどんどん縫い取りとかしたいなって思ってるんで、もう気軽にツイッターの DM とかに連絡くれれば、サブアカの方だったらね、どなたでもフォローしていなくても DM 送れるようになっているので、もう会場いるから会いましょうって言ってくれたら、もうどんどん行くのでよろしくお願いします。今年に入ってからはいろんなフォロワーさんとお会いする機会もかなり増えてきたので、今後は皆さんとの交流っていうのも大切にしていこうかなと思います。じゃあ今回はね、コウペンちゃんの花丸らんまんポップアップストアの横浜ロフト店で開催されているひまわりがいっぱいな素敵な空間をお届けしました。最後まで見てくれてありがとうございます。また他の動画でお会いしましょう。